ってみれば社会哲学者でありますけれども、彼がこう言ってますね。ひとたび世の権力が大衆の手に渡ったならば、その社会を救うことは事実上不可能であると。これすぐ分かることなんですね。だってあれでしょ、いわゆる民主主義でしょ。別にね、制度としての民主主義じゃなくて、大昔から多くの民主人々の動きというものにですね、直接間接ながら左右されるのは世の中というものでありますが、それが民主主義という形で制度化されて、全てが世論になるもの、そして多数決なるものによって決まっていくとなったらですね、多数者に逆らうということはほとんど事実上不可能なんですよ。これをかつて、今から150年も前の人でありますが、フランス人のトックビルという人がアメリカを訪れて、たった9ヶ月旅行しただけでですね、この国には、アメリカには多数者の専制、ティラニー・オブ・ザ・マジョリティが行われていると。そしてこのアメリカという国のですね、プライマリーパワー、基礎権力というか予備権力というかですね、それはいわゆるですね、パブリックオピニオンにある。もっと言うとですね、ペリオディカルプレス、定期刊行物である。今では新聞のことでありますがね、世論は何によって動かされているかと、1830年代の話ですよ。結局のところ新聞の見出しに合わせてみんな世論は動いてるじゃないかと。そうならば世論を形成しているのがデモクラシーの下ではですね、プライマリーパワー、第一権力、基礎権力であると。したがってアメリカンデモクラシーのですね、第一権力は新聞であると。何もですね、新聞が、そういえば山本七平さん、その他がですね、あるいはまあいろんな人たちが、マスメディアは第四の権力だと、司法行政立法に続くなんて話をしてましたが、第四どころか150年も前にですね、はっきりと第一権力であると、そういうことなんでありますから、そのことにですね、誰も指摘しないまま戦後の68年過ぎればですよ、もう手の打ちようがなくなってるぐらい、多数者の専制政治とマスメディアおよびそれにですね、群がる多くの学者評論家を名乗るですね、言論人たちの、あるいはそれになびいていく、この場合大衆ですけども、それに権力が移ったと。もうどうにもなりませんと。でもどうにもならないってことは、僕はヨーロッパの 文明っていうのを別にヨーロッパかぶれで言うんじゃないんですが、日本、アメリカと比べて一日もですね、二日も超先んじていると思われるのは、もうこれはダメだぜというですね、意識が随分早かったんですね。皆さんご存知かどうかですね、いわゆる大衆というものが世の前面に出てきて、しかも武器まで持ったのが第一次世界大戦というトータルウォー、総力戦でありますが、それが始まる頃に書き始めて、終わった後に出版された本があるんですね。西洋の没落、オズワルト・シュペングラーという人の本でありますけども、まあその人物についてはいろんな器用方変がありますので、べた褒めする気はもっとありませんが、彼は何もですね、現代に限らずメソポタミア、エジプトの昔から、結局のところ文明というものは、ちょうど植物が芽を出して繁茂して枯れて、そして死んでいくという循環、それに似たような形で春夏秋冬という循環をたどるものであると。そして西洋は、これエジプトもメソポタミアもエジプトもみんなそうだった。そして西洋の文明もまたどうやら秋の終わりから冬に差し掛かって、それがこの第一次世界大戦であり、西洋は再びですね、生き生きとした活力を持って文明を花開かせることはもうありえないであろうという、いわば宿命論的な、運命論的な予告をしたのが1919年に出たこの書物でありますけれども、ヨーロッパの人々はそれを信じるかどうかじゃなくて、ある種の日常感覚としてですね、この文明というものが、いわゆる近代文明というものが、とりわけテクノロジカルな技術的なものによって率先されるこの文明が、どうやら秋から冬に差し掛かっていると。私のちょうど今の体のように冷え切ってたまらないと、再び生き生きと活力を吹き返すことはないであろうというの、少なくともないのではなかろうかという強いですね、疑念を持って自分たち自身を眺めている。そういえばこれはオルテガという人にまた話を戻しますが言いました、文明数多しといえども、自分たちに対して根源的な疑いの目を差し向けたのは誰あろう、
古代ギリシャ人と今のヨーロッパ人だけである。他の文明は自分たちを褒めたたえるのに躍起になっているだけで、それ自体が極めてチャイルディッシュな子供っぽいインファントな幼稚なことなんだと。今の日本もそうでしょ、アメリカもそうですけどね、日本に限って言えばこんな風にしてですよ、都知事選だろうが最高裁判決だろうが、それどころか産業がですね、いろいろと空洞化して、こういう現実がもうどんどん進んでるの。つまり民主政治における民主主義の堕落と、経済におけるですね、資本主義の暴走というものが、これでもかこれでもかというぐらい日々立て続いているにもかかわらず、みなして口をピーチクパーチク開きながら、日本人の底力とかですね、いいんでしょ、自分自身を励ますことも必要でしょう、元気づけの空元気も必要だということは認めますけれども、これだけ立て続いて